どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空でマイレージプラス購入するとですね、ミステリーボーナスがもらえるキャンペーンがやっておりますので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス購入していただくとミステリーボーナスマイルキャンペーンということで、今回はですね 40% オフから 50% オフ、もしくは 90% ボーナスから 100% ボーナスということで、こちらね、人によってね違うって言った形になっておりまして、私はね 40% オフということで1マイルの単価がね 2.5 円ぐらいになってしまったので、 40% オフだとねちょっとね厳しいかなっていうふうに思うんですけども、まあ 50% オフとかですね、 100% ボーナスとか来ている方はですね、本当に2円ねちょっとだけ超えるぐらいなので、結構ね悪くないかなっていうふうに思いますので、ユナイテッド航空のねマイル購入検討された方はですね、結構いいのかななんていうふうに思いますし、またねちょっと後で解説しますけども、 ANA のね国内特典航空券がですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスだとお得に発券できたりですね、まあそういった部分もありますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、今回のキャンペーンの詳細なんですけども、今回はですね、ミステリーボーナスマイルキャンペーンということで、人によってですね、このボーナスだったり何パーセントオフだったりね、こちら違うっていう風になっておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらねご自身でねチェックしていただければなと思います。私はね 40% オフっていった形になりました。でキャンペーンのね期間なんですけども、2022年4月の11日23時から2022年5月1日午後14時59分までっていう風になります。こちらね日本時間にね直しておりますので、公式サイトはねちょっと時間違うと思いますけども、こちらご了承ください。で特典ですね、今回ミステリーボーナスということで 40% から 50% オフ、もしくは 90% から 100% ボーナスですかね、80っていう人中にはもしかしたらいるかもしれないですね。で今回のねマイルの購入上限なんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスは1年間に17万5000マイルまで購入することができます。これねちょっとキャンペーンでね変動したりするんですけども、基本はねこのようになっております。またですね、購入したマイレージのマイル付与に関してなんですけども、最大ね72時間ねかかる可能性があるっていった形になります。で今回のねマイレージプラスのこのミステリーボーナスキャンペーンなんですけども、この増量であったりね割引であったりね、人によって今回違うわけなんですけども、このね最大割引だったりボーナスをね最大受けるにはですね、4万マイル以上ね購入する必要があるっていう風になっておりますので、こちらね注意してください。ちょっとねこの4万マイルっていうのも、私はね4万マイル以上だったんですけども、もしかしたらそれ以上になってる可能性もゼロではありませんので、人によってね割引率だったりボーナス率ね違うと思うんですけども、最大限がね適用されるのをね確実にチェックしてからですね利用ねしていただければなと思います。それでは次にですね、1マイルの単価についてなんですけども、私の方ですね、40% 割引キャンペーンと 50% 割引キャンペーン、ちょっとこの2つでね、1マイルの単価ね、出させていただきました。ちょっとここら辺にね、出しておきますけども、まずね、上の方ですね、こちらが 40% 割引キャンペーンですね。で、下の方が最大 50% 割引キャンペーンということで、私はね、上の方で来ておりまして、5万マイルのところね、見ていただきたいなと思うんですけども、5万マイル購入していただくと、40% の割引がついて、124,034円っていった形になります。で、1マイルの単価はね、2.48 円ということで、基本的にね、1マイルの価値っていうのは、1マイル2円程度っていう風にね、一般的に言われておりますので、まあ、こちらね、見ていただける通りですね、2.48 円ということで、ちょっとね、40% オフだとね、微妙なラインかなっていう風に思いますかね。で、下の方ね、見ていただいて、4万マイルの方ね、見ていただくと、4万マイル購入していただくと、50% オフでですね、82,689円ということで、もう 40% と 50% ですね。だいたいね、1万5000円以上ね、差が開くっていう風になりますんで、まあ、この 10% ね、かなり大きいですよね。ですので、この1マイルの単価に
当たってもですね、この 50% ね、割引キャンペーンであると1マイルの単価ね 2.06 円というふうになりますんで、まあここまで下がってればですね、そこまでね悪くないかななんていうふうに思うんですけども、まあ 40% の方はですね今回ね見送っていいのかななんていうふうに思うんですけども、 50% ね来ている方はですね、まあ購入してもねいいのではないのかなと思います。まあもちろんね 40% でね来ている方であっても、まあ利用する日にちによってはですね、1マイルの単価っていうのは結構ね上がったりしますので、利用予定のね日付とかが決まっていて、あの購入したいみたいなね場合であればですね、全然いいのかななんていうふうに思います。それでは次にね、ユナイテッド航空マイレージプラスの活用方法についてなんですけども、本当にね細かく知りたい方はですね、こちらの動画ね見ていただけるとね、とても分かりやすいかなっていうふうに思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、 ANA のね国内線の特典航空券をねお得に発券できたりですね、またねホテルにもね利用することができたり、またねエクスカーショニストパークっていうね非常に細かい特典がねあるんですけども、こちらでね利用することができます。またね、このエクスカーショニストパークをね狙ってあのマイレージプラスをね購入されたいっていう方はですね、非常にねお得になるっていう風になりますんで、あの先ほどね 40% だと 2.48 円1枚の単価がねちょっと厳しいかななんていう話をしたんですけども、まあこれを狙って購入するんであればね全然問題ないのかなっていう風に思います。まあ詳しいねこのエクスカーショニストパークはね、あの非常に細かくなってますんで、ぜひねこちらの動画チェックしていただければなと思います。で今回ねちょっと簡単にね解説させていただくと、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、まずねこの特典航空券自体が誰にでも発券できるんですよね。まあ、ANA とか JAL だとですね、あの親族の限られた方しかね発券することができないですけれども、ユナイテッド航空のマイレージプラスは誰にでも発券することができますので、お友達を誘って利用するみたいなね、まあ、こういった形でもね利用することができます。またね ANA の国内線に関してはですね、 ANA より少ないねマイレージ数で飛行機ね乗ることができるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね ANA ではトクタビマイルキャンペーンであったり、29日のね感謝の日とかねやっておりますけども、まあ、そこら辺の時よりかはですねちょっと多くなってしまうんですけども、まあ、標準のね ANA マイル数に比べると、このユナイテッド航空のマイレージプラスはね少なくマイル数を抑えることができるっていった形になります。またねユナイテッド航空のマイレージプラスは経由便っていうのをね利用することができるんですよね。私もね何度か利用させていただいたんですけども、羽田から仙台に行く場合ですね、羽田、大阪、仙台みたいな感じで、こちらねあのこういったルートであれば行くことできるんですけども、本来これ ANA とかで取っちゃうと羽田から大阪までの必要マイル数で、大阪から仙台までの必要マイル数がね本来かかってくるわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスだとこの一つの路線でワン区間っていった形でこちらもね発券することができます。またね羽田から福岡にね行きたいって思った時にですね、私もね JQ エポスのゴールドカードに切り替えに行った時に使ったんですけども、羽田から沖縄に行って、それでそこで一泊してですね、あの乗り継ぎ時間を多く取って、でその翌日の朝ですね沖縄から福岡に行くみたいなね、まあこういった経由便もですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスだと一つの路線でね利用することができて、必要マイル数もねワン区間で済むっていう風になりますんで、こちらね5500マイルで利用させていただいたと思いますので、こういった使い方もねできるっていった形になるんですよね。また、まあ、ユナイテッド航空のねマイレージプラスは繁忙期でもね抑えやすいっていうのもありますんで、こちらもねおすすめの点っていった形になります。まずね ANA のね必要マイル数がね少ない点なんですけども、こういった形になっておりまして、羽田からね札幌福岡とかね利用しようとする場合、 ANA のね基本だと7500マイル区間になるわけなんですけども、こちらねあの見ていただける通り、この 5.5 系マイルっていうのは5500マイルっていう風になりますんで、こちらね5500マイルプラス640円、こちら空港施設使用料ですね。先日 ANA とかでもね徴収が始まったと思いますけども、まあこれだけでね利用することができます。またねこちら羽田から福岡なんですけども、こちらもね 5.5 系5500マイルで片道ね発券することができるって言った形になるんですよね。で一番ねこのユナイテッド航空のマイレージプラスが一番お得になる方はですね、大阪方面の人がね非常にお得になります。伊丹空港をね例に出していただくと、伊丹空港から羽田、
札幌、福岡、沖縄あると思うんですけども、こちらね全部5500マイルでね行くことができるんですよね。非常にお得ですよね。ですので大阪方面の方はですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスね、ある程度保有しておくっていうのはかなりね利用しやすいのではないのかなと思います。まあこういった感じですかね。やはりねこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはやっぱり非常に強い点としては、必要マイル数がね少ないっていうのももちろんあるんですけども、繁忙期もね利用しやすいっていうのも結構魅力です。私もね昨年京都に行った時に3連休でね ANA の便が全然得点取れなくて、もうどうしようかなと思ってたんですけども、そしたらねユナイテッド航空のマイレージプラスだと、まあ空きがあってね利用できたりですね、今年のねゴールデンウィークも2、3週間後にね始まると思うんですけども、まあ、ANA だとね満席表示になっているところもね、ユナイテッド航空のマイレージプラスだと、まあ経由便とかにはねなっちゃう可能性もあると思うんですけども、先ほど見た感じだとねまだ空席もありましたので、まあこういった感じでね繁忙期にね利用される方はですね結構強いのではないのかなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラス購入でミステリーボーナスマイルキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、 ANA のね国内線の特典航空はね非常にお得に利用することができますので、かなりおすすめっていった形になります。でですね、長距離の国際線ってどうなんですかってちょこちょこ聞かれるんですけども、このねユナイテッド航空のマイレージプラスって国際線の長距離路線って非常に必要マイル数ね上がるんですよね。もう本当にこのユナイテッド航空のマイレージプラスで、まあ長距離のね、だから羽田からニューヨークとかね、そういった路線で利用するのであればですね、ANA で ANA マイルね貯めて ANA の特典で行った方が、まあ往復でね取れたりして、本当にね半分ぐらいのマイル数でね行くことができるんですよね、 ANA の方が。ですのでユナイテッド航空のマイレージプラスのねこのおすすめ路線っていうのは基本的に ANA の国内線がねメインになってくるかななんていうふうに思いますので、まあ先ほど言ったねエクスカーショニストパークっていうねちょっと難しいやり方ですけども、そういうのはねいいかなと思うんですけども、まあ基本的にはね ANA の国内線でね利用していただくのはねおすすめ路線っていうふうになりますんで、こちらはね注意していただいて利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。